ルネサンスキイタリアの詩人、人文学者、文学理論家。西洋派歴史団の一員で、ローマカトリックの数奇教でもあった。弁母は、近代イタリア語の革新に影響を与えた人物であり、フィレンツェを中心とするトスカーナ方言を、近代イタリアの標準語として体系化することに大きく寄与した。弁母の著作は、14世紀の詩人、 人文学者で16世紀になって再評価されたペトラルカの業績に影響を受けている。また弁簿の理論は16世紀で最も重要な世俗歌劇であるマドリガーレにも多大な影響を与えている。ラファエロが1504年頃に描いたペトロ弁簿の肖像画。ブダペスト国立西洋美術館所蔵。弁母は ベネツィアの貴族階級に生まれた。父親のベルナルド・ベンボは、中世イタリア最大の詩人、ダンテ・アリギエリの母地であるラベンナに、ダンテの記念碑を混流することに尽力した人物である。ベルナルドは、ベネツィア共和国の外交官で、幼いピエトロ・ベンボも、父と共に諸国を旅している。父に連れられて滞在したフィレンツェでは、トスカーナ方言に魅せられた。ベンボがせられ、 身につけた、このトスカーナ方言が、その後のイタリア文学、音楽の歴史に非常に重要な役割を果たすようになっていった。ベンボは、メッシーナのコンスタンティノス・ラスカリスの下で、2年間、ギリシア語を学び、その後パドバ大学に入学した。1497年から1499年にかけては、イタリア有数の文学と音楽の中心地となる。 フェラーラの領主フェラーラ公、エルコレ一世、デステの宮廷で過ごしている。ベンボは、フェラーラで、詩人ルドビーコアリオストと出会い、最初の著作となる、宮廷での恋愛劇を描いた、アーゾロの談論を書き始めた。この作品に記されているシカは、14世紀の詩人、ボッカッチョやペトラルカの作品を彷彿とさせ、16世紀の音楽にも広く影響を与えている。ベンボは、 自身の鹿を、リュートの伴奏で女性が歌い上げることを好み、音楽の愛好家で、リュートの演奏家でもあったマントバコーヒー、イザベラ・デステと1505年に配慮した時には、自身の著作をイザベラに送っている。ルーカス・クラナッハが1530年代半ばに描いたピエトロ・ベインボ。西洋派歴騎士団の制服を着用している。ベインボは1502年と1503年にも、 フェラーラを訪れており、フェラーラ公ールクレツやボルジアと不倫関係になったと言われている。弁護がフェラーラを離れたのは、著名な作曲家、ジョスカンデプレが、フェラーラ宮廷に迎え入れられたのと、ほぼ同時期で、当時フェラーラで大流行し始めていたペストを避けるためだった。このフェラーラでのペスト大流行は1505年に、最も多くの死者を出し、著名な作曲家、 ヤーコプ・オブレヒトもこの時にペストで死去している。弁ボは1506年から1512年にかけてウルビーの広告に滞在し、最も重要な著作となるイタリア語での鹿制作を扱った俗語特本を書き始めたが、出版されたのは1525年になってからだった。1513年に数奇教、ジュリオ・デ・メディチの随伴員としてローマを訪れ、 ジュリオのいとこのローマ教皇レオ10世のラテン語担当秘書官に任命された。1514年にはマルタ騎士団の前身である西洋派ネ騎士団の一員に選ばれている。レオ10世の死去と健康を害したこともあって、弁母は1521年にローマを離れてパドバへと向かった。パドバでも著作を続け、1525年に俗語特本が出版された。 弁護は1530年に、故郷フィレンツェ共和国の公式歴史担当官職に、月、その後間もなく、サンマルコ院付属図書館の館長にもなっている。1538年12月20日に、ローマ教皇パウルス三世が、教皇権限で弁護を、数期教皇補に指名した。このため弁護は、ローマへと戻り、除災の除解を受けている。 除会が終わった後に弁護の数期協力候補が発表され、1539年3月10日に開催された強行精密会議でサンシリアコアレテルメ協会所再数期協に任命された。その後3、クイーリコドルチャ協会所再数期協に移動し、1542年2月にサンクリソゴの協会資材数期協に昇格している。さらに2年後には、 サンクレメント聖堂司祭数奇教に移動した。弁母は、ローマでも新しい著作の書き下ろしと過去の著作の見直しを続け、同時に文学理論や古典の研究も行っていた。それまでの業績への報酬として、グッピオとベルガモの司教区管理者を任されたが、司教数奇教には任命されなかったと考えられている。弁母は、ローマで77歳で死去し、 ローマ教皇庁近くのサンタマリア・ソプラ、ミネルバ教会に埋葬された。キツヤーノが1530年代に描いたピエトロ・ベンボの肖像画、数奇教のヒーロの服を着用している。ピエトロ・ベンボ、イストリア・ベネタ、1729ベンボは、俗語特本で、ペトラルカの文章を、最上のものと位置づけ、鹿の構成、応援、言葉の響き、調和、 多様性などを論じた弁護の理論によると、歯科で使用する語句は、子音と母音の調和、応因、一分の長さなどが厳密に計算されるべきで、ある。そうすることによって、歯科を聞く者に完備、優雅、厳粛、悲嘆などの感情を想起させることができるとしている。弁護の俗語特本が、イタリアのマドリガーレの発展に大きく寄与したことは、疑いの余地がない。 マドリガーレは16世紀のイタリアで最も重要な世俗歌劇で弁護の理論に従って入念に構成されたしかこそが劇中の歌曲で最も重要な要素だったのである。会話集、詩、随筆以外の弁護の著作として1487年から1513年にかけて書いた歴史書ベネツィアの歴史がある。弁護の初期の著作で プラトニックラブを解説し、推奨するアーゾロの談論は、自身の雇用主フェラーラ公アルフォンソ一世、デステの日であるルクレツヤ・ボルジアと、弁護との肉体的な不倫関係からすると悲壮的な面もある。出版業者、アルドゥス・マヌティウスが1501年に出版した、ペトラルカの詩を、弁護が再編した詩集や、同じく、アルドゥスが1502年に出版した弁護の、 テルツェリムも重要な著作である。また、ローマで活動していた音楽関係の印刷、出版業者で作曲家でもあったアンドレア・アンティーコも、ベンボから大きな影響を受けた一人である。アンティーコが出版したアドリアン・ビラールトラ、ベネツィア学派初期の音楽家たちの楽曲は、ベンボの音楽理論を多くの音楽たちに広めることに手を貸した。ビラールトが書いたマドリガーレの楽曲集。 ムジカノーバは、弁母が提唱した、音楽理論との深い関係性が見て取れる。また、書体の弁母は、弁母にちなんで名付けられている。僧女、1492から1494。ありがとうございます。